超吉先隊とは、幕府陸軍の不評差しずやく遠取、小屋作材門が結成した組織。母親戦争で、関東、越後、函館を転戦した。副隊長に、剣閣、今井信夫。賭場、伏見の戦いの後、戦死した、佐久間信久の第11連隊と、やはり戦死した、久保田沈賞の第12連隊の兵士が、江戸会場を不服として脱走した。 小屋作材門は彼らを基準させ、新たに第六連隊を加えて約九百名の部隊を結成した。柳田の戦いで官軍の奇襲攻撃を受け敗北するも、残兵をまとめて合図に至り、小吉先隊と部隊名を名付け、越後に進駐した。百六十八年三月に新潟に入ると柴田藩に占領を供出させ、これを軍資金として、 寺泊、与田藩、高田藩に進み、北西方面から江戸を奪還すべく、新州国境を越えて、飯山城下に進軍した。ここで、松城藩、飯山藩、また、新州の天領を預かる中野陣や駐在の、尾張藩と交戦になり、高田藩の裏切りにあって、壊滅、兵の三分の一を失い、新潟へ逃げ帰った。その後、 おじやで再結集し北越戦争を戦ったが、合津藩が降伏すると、他の旧幕府軍同様、仙台から函館へ向かい、1869年5月、江本武明を筆頭とする、五両閣の旧幕府軍の降伏、それに先立つ、古屋の戦士により解散した。ありがとうございます。